また新しいクロームブックが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちら。レノボアイデアパッドスリム3クロームブックです。こちらのクロームブックはですね、アメリカの投げ売りのクロームブックですね、まあ。ベストバイになりますけれども、価格の方は169ドルとか179ドルぐらいで販売をしている激安のね、クロームブックになります。まあ、なので、日本円で言うと25000円ぐらいで まあ買えるということだと思います。まあただ実際ね、本当に日本から買うってことになると、まあいろいろ送料とかね、まあ税金とかかかりますんで、あんまりコストパフォーマンスは良くないと思いますので、まあ日本で発売されるのを待ってから購入する方がいいでしょう。で、これですね、投げ売りのクローンブック、100ドル台のね、クローンブックなんですけども、決して古い端末を安く売ってるわけではなくて、SOC はコンパニオの520ですね。 ま、比較的新しい SOC を搭載して100ドル台ということで、この辺が、やはりね、アメリカの方には非常に人気があるんじゃないかなと思います。で、またアメリカのね、平均年収って日本よりもだいぶ高いと思いますんで、まあ、日本で2万5千ぐらいかなっていう感覚よりももっと安く感じてるんじゃないかなと思います。それではね、早速、アメリカの投げ売りのクローンブックチェックしていきたいと思います。 一応ですね、日本版じゃありませんので、まあ、同梱品をね、確認してもあまり意味がないかもしれませんが、まあ、一応儀式ですのでやっていきたいと思います。えー、と、まず説明書関係ですね。あとは、充電器ですね。まあ、こちらタイプ C になっていて、4 5トの充電器が付属しています。それではですね、早速本体の方を見ていきたいと思います。 本体はですね、また濃い青ですね。まあ以前に N100 を搭載したね、アイデアパッドフレックスですかね、N100 版紹介しましたけれども、あれも本体が濃い青だったんですけども、まあ基本的には同じ色ですね。最近ね、レロボの端末、ちょっとこういう青っぽい端末が増えてきてるのかなという感じです。 で全体的なデザインは前のモデルとほぼ変わりないかなと思いますね。えー、前のモデルは私も紹介していると思いますけど、MT の8183かな を搭載しているもの。まあ、それはシルバー色だったんですけども、ただ見た感じ、色は違いど、も形とかね、見た感じの雰囲気はもうそっくりといった感じです。で、レノボの端末はいつもね、ここがこう、ツートンになってるんですけども、まあ、これも全く同じということで、まあ、この辺はいい意味でも悪い意味でもあまりね、お金をかけてないというか、まあ、あんまりデザインには力を入れてないというかね、まあ、今まで通りといった感じです。で、ディスプレイサイズは14インチですね。で、重量は約1 キロといいう重量になっていますそれではね、インターフェース関係見ていきましょうか。えっ、ー、と、まずは USB の Type-C ですね。これ3点です。Type-A も3.2。3号のイヤホンジャックにマイクロ SD カードスロットです。で逆サイドはね、ケンジントンロックしかないんですねで。この端末はクラムシェルなんで、そのボリュームボタンとかね、電源ボタンはないんですけども、 めちゃくちゃ残念なのはタイプ C がやっぱ片側にしかないんですね。ここはちょっと削られてるのかなタイプ C もう一個こっち側にね、作ってもスペース的には全然空いてるんですけどね。ちょっとタイプ C もう一個欲しかったですね。で、SOC はね、コンパニオ520なので、まあ、アーム系のね、CPU を搭載しています。ということで、これはファンレスですね。ファンの通気口はありません。キーボードはね、まあ US キーボードなので、まあ実際に皆さんが購入されるときは、 まあ日本版が出た時になると思います。まあ、出るかどうかもちょっとわからないんですけども、だからあんまり参考になりませんが、まあ、やっぱり US キーボードの方がスッキリはしているかなという感じです。一応スピーカーのね、穴がこの左右にありますね。で、いつもね、MAX オーディオのロゴが入っています。で、コンパニオのね、シール貼ってあります。トラックパッドもね、まあプラスチック製でもすごく普通ですね。めちゃくちゃこう滑りがいいというわけではありませんが、まあ以前からこんな感じだと思います。 それではですね、端末の方早速立ち上げてみました。ディスプレイサイズは先ほど言いました通り14インチです。解像度はフル HD ですけれども、まあモデルによってはね、HD 解像度のものも存在しているようです。ただそのね、投げ売りされているものはフル HD です。それではですね、Chromebook で気になる更新期限確認していきましょう。この端末はね、新しい端末ですので、 えー、2032年の6月までということで、今販売されているクローンブックの中では、まあ一番長いんじゃないかなと思います。で、以前に Asus でコンパニオ520を搭載した端末私紹介していますけれども、当然ね、えー、ここは一緒になっています。ちょっと順序が逆になっちゃいましたけども、へそしいね、確認していきましょう。今言った通りコンパニオ520ですね。メディアテックの8186という品番がコンパニオ520ということです。 でですね、メモリーがね、これ 4GB なんですね。2023年の最新モデルなんですけど、まあ、ローエンドの扱いではありますが、相変わらず 4GB です。一応、8GB モデルも存在はしているようですけれども、基本的にはね、安売りメインの端末になると思いますので、やっぱり 4GB が主流になっているのかなと思います。まあ、そろそろね、クローンブックも、まあ、標準でって言いますかね、ローエンドでも 8GB 搭載してもらいたいなというところはありますよね。で、今ですね、 こうタッチ操作しましたけれども、解像度フル HD で、えー、タッチに対応しています。でもタッチに対応してないものもあるみたいです。まあ、レロもの端末でめちゃくちゃ種類があるんでね、本当にちゃんと確認をしていただきたいと思いますけれども、ただ、やっぱりタッチに対応しててフル HD のモデルが、まあ、一番スタンダードな端末になるんじゃないかなと思います。で、ディスプレイの解像度はね、フル HD なんですが、実際の表示は 1200×675 というね、まあ、表示になっています。 で、ディスプレイはね、IPS 液晶です。で、302度ですね。あと、非光沢ディスプレイです。光沢ディスプレイではありません。個人的には非光沢の方が好きなので、まあ、この端末は非常に見やすくていいですね。まあ、価格考えれば十分なディスプレイ性能だと思います。それではですね、視野角も確認していきましょう。あ、ちょっと変わるかな。正面から見てれば問題ありません。まあ、そうでもないか。 はい。まあ、当然少し変わりますけれども、特に問題になるほどひどいディスプレイではないので、まあ、価格がね、まあ、100ドル台ということを考えれば十分だと思います。それではですね、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は21,115点ということですで。やはりね、ローエンドの端末なので、めちゃくちゃね、性度がいいというわけではありません。まあ、それでもね、今までローエンドのクローンブックのそのアーム系 メディアテック系の SOC を搭載した端末っていうのは MT の8183がまあ主流だったんですよねで。今でも日本で売ってますし、まあ、アメリカでもね、まだまだ売ってますね。まあ、当然価格下がってますけれども、まあ、そういう部分でまだ現役なんですけども、まあ、その MT の8183に比べると、やっぱりスコア的には倍近くなってるじゃないかなと思いますんで、まあ、そういった部分ではだいぶ性能は上がっているんじゃないかなと思います。 で、まあ、今後のね、まあ、ローエンドのクローンブックは、そのアーム系はね、メディアテックのこのコンパニオ520が主流になって、 ま、インテル系はおそらく N100 になってくると思います。で、N100 の方が、ま、だいぶ性能はいいですよね。このスコア見ても。まあ、ただ価格は N100 の方が高いので、まあ、価格差があるので何とも言えませんけれども、まあ、この二つになっていくということなんですが、やっぱり N100 って精度がいいですよね。しかもファンレスなので、まあ、だからちょっとね、価格差どのぐらいになるかわかりませんけれども、やっぱり N100 すごいなっていうところですね。で、クロ r ブックね、選ぶときに、やはりそのインテル系の CPU がいいのか、あるいはね、ARM 系の方がいいのか、 っていうことになると思います。まあ一般的にはね、アーム系の方がバッテリーの持ちが良くて、android アプリとの相性がいいですよっていうふうに言われています。でこの端末はちなみにね、そのバッテリーの駆動時間、えー、最大13.5時間というね、えー、時間になってます。 まあ、ただ、アーム系の CPU にしてはそんなに持つ方ではないのかなと思いますけど、ただ、エースースの端末で元も上とかったと思うので、まあ、当然ね、端末のまあ構成にもよって変わってくるかなと思います。で、ライバルの N100 をね、搭載したレロボのクロームブックがあります。まあ、以前紹介してますけども、あれは一応最大12時間というふうになってましたんで、まあ、そんなに変わらないのかなというところです。スピードメーターもね、やってみました。スコアの方は57.1です。 それではね、WebGL のベンチマークもやってみました。魚5000匹で、えー、34から35ぐらい出てますかね。まあ、なんか割と動いてるなっていう感じもします。それではじゃあ Google Earth やってみましょうか。Google Earth でどの程度動くのかということです。ちょっとカクついてますね。すでにカクついてる感じはしますけれども、ちょっとじゃあ東京のあたり行ってみましょうか。 はい。うん、ちょっと読み込みにもこの段階でやっぱ時間かかってますね。じゃあ 3D 表示。ああ、価格しちゃった。ああ。ちょっとやっぱりこう、読み込みが入りますね。まあ、メモリーも4ギガですし、うん。まあめちゃくちゃストレスがあるっていうほどではないですけどね。まあ割と、 スムーズには動いています。ただやっぱ N100 に比べるとやっぱ遅いですね。この辺を含めてもね。はい。うん。まあでもこう固まっちゃったりね。本当にね、性能が低いクロームブックだと固まっちゃったり、もう本当にイライラするっていう感じもあると思うんですけど、まあそこまでは、あーでもじわーって感じ。まあでもそんなにこう、ストレスを感じるほど遅くはないです。かといって、もうシャキッとね、瞬間的に表示されるかっていうとそういう感じでもないですね。 それではね、Google スプレッドシートでテキスト入力してみたいと思います。まあ、性能が低い Chromebook だと最初の文字が出てくるのがちょっと遅かったりね。まあ、だからあんまりこうバーって打つと最初が欠けちゃったりとか、まあ、なんかそういったことがあると言われていますけども、ちょっとやってみましょう。東京駅。うん。神田。秋葉原。 まあ問題ないっすね。おかちまち。まあ私はあの、あの、テキスト入力がね遅いので、私ぐらいだったら全然問題ないかなと思いますけどね。はい。まあ、ただやっぱりこうね、まあそもそもが、やっぱりこのね、ブラウザでやってるんで、こうテキスト入力がめちゃくちゃ早い人だと少し引っかかりはあるのかもしれませんね。それはこの端末だけじゃなくて、 まあおそらくそういうクラウドサービス的なところもあるのかなと思うんですけどね。ちょっとそういう反応速度的な部分。まあ、そういったところはクラウドサービス使うと少し感じる人はね、めちゃくちゃこうキーボード打つの早い人はもしかしたら感じるのかもしれないです。 まあ、あとですね、当然開いてるスプレッドシートのね、まあ容量にもよるんじゃないかなと思います。例えば画像ね、入ってたりとか図形入ってたりするとね、すごく重くなるし、まあ、テキストもめちゃくちゃね、行が長かったりするとやっぱ重くなるんで、まあその辺も関係してるんで、一概にね、まあ、なかなかわからないとは思いますけれども、まあとりあえず、そんなに問題はなさそうな感じではあります。 スピーカーはですね。キーボードの横に左右にね。ついています。まあ、よく下から出して反射して聞こえるようなね。ノートパソコンもありますけど、個人的にはこういうね。上向きこっち側にこう出た方がまあ、なんか音はよく聞こえるっていうかね。はっきり聞こえるので、個人的にはこういうタイプが好きなんで、この端末はまあ価格考えればねまあ。そんなに音がどうこう言う端末ではないと思います。けれども、まあそういう部分では十分だと思います。この端末はですね。web カメラに。 プライバシーシャッターね、ついています。まあ一番オーソドックスな、まあ手でね、スライドするやつですけれども、まあ最近これついてる端末ね、だいぶ増えてきたんじゃないかなと思います。それではですね、ウェブカメラとマイクのね、テストしたいと思います。まあどちらかというとやっぱね、ノートパソコンの場合はカメラよりは、まあマイクの性能がどうかっていうことだと思います。やっぱりオンラインミーティングとかね、やっぱそういう機会が多いと思いますので、 画角的にはもういつも通りっていう感じですね。まあ、そんなに可もなく、不可もなく、一般的なノートパソコンの画角かなと思います。まあ、音声はね、また後で聞かないとわからないんですけども、音声の入り方はどうでしょうか。一応ここに照明が映っちゃってね、まあ、ちょっと逆光気味になっているとは思うんですが、割と綺麗には撮れてますね。ちなみにね、720p で撮影が可能になっています。音声の入り方、どうでしょうか。 ということで今日はですね、アメリカのね、投げ売りのクロームブックということで、アイディアパッドスリム3、クロームブック14インチのメディアテック版ですね、こちら紹介させていただきました。まあ、179ドルということなんですけれども、まだ日本では発売されてないと思いますけども、まあ、ローエンド端末の、まあ、スタンダードモデルとして日本でも発売されるんじゃないかなっていう気はしていますけどね、 で、N100 を搭載したね、レノボのフレックスの方ですね。あれが4万円で日本円で発売していたので、まあおそらくそれよりは安いはずなんですよね。だから4万円以下では販売されるんじゃないかなと思います。で、エイスースの同じコンパニオ520を搭載した端末が Amazon の特化の時に4ギガモデルが2キュッパでしたっけ。まあだからそのぐらいの価格だったら十分ね。 おすすめできる端末じゃないかなと思います。まあ、この端末はタッチにもね、対応していますので、タッチに対応して29%ぐらいだったら、もう全然ありかなという感じですね。まあ、あとですね、この端末のことだけではないんですけども、やっぱりクロームックもね、そろそろ 8GB、r a m 8イトのモデルをもう少し選択できるように、まあ、してもらいたいなという感じはしますよね。まあ、8 g ガのモデルっていうことになると結構ね、まあ、CPU の精度も良くなって、 まあ割と高くなっちゃうんですね。で高くなるとクローンブックは、それだったら Windows 買うよっていう人がやっぱ増えちゃうので、まあ、ローエンドの端末でも 8GB のモデルを選べるような、まあ、そういう構成にしてもらいたいなという感じなんですけども、まあ、ただ、やっぱりアメリカのアマゾンとか見てても、やっぱローエンドは4イトなんですよね。で、8ギガにすると価格高くなっちゃうし、そうなると、やっぱり Windows でいいよっていう人が増えちゃうのかなと思って、まあ、この辺は、えー、国は違いでも一緒なのかなと思うんですけども、 まあでもやっぱちょっとローエンドで 4GB って言うとね、そこが引っかかっちゃう人も結構多いと思うし、この間の N100 のね、フレックスの方も 8GB だったら買ったのになっていう人も結構多いみたいなので、やっぱそこはですね、8GB モデル、少なくとも選択できるような形にしてもらった方がまあいいのかなと思います。まあそういう部分でこの端末もね、8GB モデルが あればいいというかね、あるみたいなんですけども、ただ実際どこで売ってるのっていう感じになっちゃうので、まあ、存在はしていても、まあ、一般のユーザーは買えないって言いますかね。だから企業とか学校向けにはあるのかもしれませんけど、まあ、ちょっとね、そういう個人向けのクローンブックってもともと絞られてるとは思うんですが、まあ、その中でもね、8GB、ラマ 8GB のモデルをもう少し選択し増やしてもらえるといいかなと思います。はい、今回は以上です。